はい、では今日も小人図鑑進めていきたいと思います。続きから。では始めていきましょう。草間だら大小人を観察して10日間とか過ぎていて、でシャチをね取らなきゃいけないんですよね。草間だら大小人、あ、9日ですね。うん、様子はどうなんでしょうか。すごく観察セットに慣れていますね。食べ物もきちんと置かれていますですね。ちゃんとねこの水が3個になるように調整します。でこの逃がすっていうのを選ぶと、あのこの観察セットに湧いたあの虫とかを逃がすことができます。今はねいるかな、これ逃がすにしてみよう。今はスズムシ外に逃がしますかね。なんかスズムシが汚す原因になってるっぽいですよね。そしてメニューで図鑑を見る。これですね、観察日記。ここに嫌いなものはって書かれてるんですよね。いろんな食べ物を置いて観察してみましょう。なのでこのね、はい、テーマに合ったものを写真撮っていくってことですね。これは写真が撮れたみたいです。なので好きなものばかりじゃなくて次は嫌いなものも置いてみようと思います。はい、じゃあ模様替えをします。嫌いなものって何なんでしょうかね。虫とか入れたらいいんですかね。嫌いなもの、ミツバチは嫌いそうですよね。なんでミツバチを入れてみたいと思います。これを放つ、ちょっと意地悪ですよね、嫌いなものを。あ、でも嫌いな食べ物って書いてあったかな。食べ物、ちょっと嫌いそうなものをちょっと入れてみます。で次は写真を撮ることですね。嫌いな食べ物なーにっていうので写真が撮れればいいんですけど、動いてますかね。ピンクのバラは、草間だら大小人が好きな花です。ダメですね、失敗でしたね。嫌いなものか、そっか、好きなもの置いちゃったのか。ミツバチは嫌いな生き物のようです。なのでじゃあなんかミツバチと関わってるところを写真撮れればいいですかね。なんかあれ、どこに行った、小人が痒そうにしてますね。はい、じゃあ綿棒で痒そうにしてますね。またですか。ちょうどいい湿度、うん、湿度がいいんですけどね。嫌いな食べ物って何なんでしょうかね。嫌いな食べ物何なんでしょうかね。あ、ゴーヤとかなんかありましたね。食べ物、キノコじゃなくてアイテムかな。ゴーヤとかどうなんですかね。ゴーヤを置いてみますか。でバラは好きなんで入れない。で切って、ドリアン、あ、
ドリアンも臭いから嫌いそうですね。ね、意地悪をしてますね。で、レモンも置いてみましょうかね。はい。じゃあこれでどうなるかですね。他に食べ物、食べ物、うん、生き物、アイテム、生き物って食べ物、まあ、とりあえずこれで草間だろう小人が嫌がるかどうかを見てみましょう。どうなのかな。小人がかさだ、かゆそうに観察セットを汚すようなもの、汚すようなものしか逆に入れてないような気もするけど、かゆいんですね。まだかゆいんですね。え、ドリアンは草間だろう小人が好きなものです。なんだって。じゃあゴーヤは、スズムシも好きなの。なんだって。ドリアン、レモンは、レモン、あ、レモンは嫌いなもののようです。置いておくとどうなるでしょうか。レモンでしたね。そっか。ゴーヤは、あ、ゴーヤも嫌いなのか。は、は、嫌がってるの。あ、すごい、あのピレレピレレレピロロンって鳴ったのがヒントのはずなので、逃げたな、逃げてるな。写真を撮る瞬間、ズームで。レモンとゴーヤが嫌いなんだ。ゴーヤが嫌い。じゃあ、どこに、なんかズームで終える場所が一番いいですよね。お？あ、ドリアン食べてますか？ドリアンは好きなのか。ちょっとね、あの、ズームで観察できるとこがいいですよね。ちょっと配置模様替えをしますね。真ん中と真ん中に置いてみましょう。苦手なもの、なんか意地悪みたいな。で、ドリアン、レモンとゴーヤが嫌いで、ちょっと草を、写真で撮れそうですね。さあ、これで決定。よし、ズーム。お、ここでズームで待ってたら来るんでしょうかね。来ないですね。ちょうどいい気温。ほ、ここにね、ニコニコマークがあるんですけど、このニコニコが気温ですね。お、もうまたシールを手に入れましたね。日にちが変わりました。来ないですね。やっぱ苦手なものなので、なかなか。苦手なものを嫌がる瞬間が訪れないですね。ちょっと触ってみましょう。これこれ、レモン、レモン、レモン、ゴーヤ、ゴーヤ。あ、来た。
あ、逃げた。なんか、どうやって嫌いな食べ物を分かるんでしょうかね。ちょっと反応してほしいところですけど。お腹痛そうにしてる。でもレモン吸ってますね。なんかレモンを吸ってますね。あ、今なんか、あれ？今じゃなかったみたいですね。こうやってもうちょっと拡大して、あ、今なの？ピロリピロリリリンってなったら、鳴る瞬間を取らないといけないんですね。ピロリピロリロピロリロンって言いますかね。言わないですね。多分ピロリロリのタイミングで写真が撮れれば図鑑が更新されるはずなんですよね。ちょっと難しいですね。ここでこうやって持って移動できれば一番いいんですけどね。一回一回模様替えしないといけないんですね。さて、ピロリロリン、ピロリピロリピロリロリン、タンポポのところから離れてくれないですね。まあこれでどんどんね、時間を進めてもいいかなと思います。時間を進める。夕方になりました。これでどこにいるんでしょうか。暗すぎて見えないですね。どこにスズムシがいるのか、真っ暗すぎて見えない。あ、いました。他にもなんか虫がいるんじゃないのかな。ちょっとね、見えないから、ね、スズムシ。あ、なんかピロリピロリピロリって言ってるんで、写真を撮りましょう。あ、今がシャッターチャンスってなってる。今がどうですか。シャッターチャンスだったのかな。どうですかね。あ、できましたね。なんか黄色いシャッターマークというか、この縁というかが出た瞬間にこれを押したらいけましたね。はい、ということでね、ようやく次のテーマへいけるということですね。これを開けます。トーチンの使い方。草まだら大小人の長いトーチンは一体何に使っているんでしょう。じっくり観察してみると何かわかるかもしれませんよ。あ、じゃあ割とトーチンを動かしているタイミングで写真を撮ればいいので、割と、あ、もう見えない。わりかしあのトーチン使うタイミングって、今も黄色いこの枠縁出てますね。クリアしたでしょうか。いや、タイミングが悪かったのかな。どうですか今度は。ダメか。
ダメでしたね。その黄色の一瞬を収めないといけないのはちょっと大変ですね。そしてね、真っ暗でね、見えないので、ちょっとね、日付変えようと思います。あれ、夜になりましたね。あ、でも夜の方が明るいって不思議ですね。はい。で、ピロリピロリリンって鳴るタイミングがあれば。あ、見てください。寒くなっちゃいましたね。なので、こういう時は、模様替えをします。なんか気温が上がるとか。これは気温が下がるんですよね。なので気温が上がる植物を足します。上がらないですね。このアイテムの土を変えましょう。黒土にすると気温が上がるので、まあ夜の間は結構黒土に変えて、昼間は草むらに変えてみたいな感じでいいと思います。湿度がね、これ2個になっちゃってるので、霧吹きで、はい、3個にしてあげます。ちょうどいいですね。はい。で、トーチンでちょっとなんか観察してほしいんですけどね。あ、トーチンタイム。あ、寝るんですか。寝ちゃいましたね。ちょっとまた日付変えて進めてみましょう。時間を進め、朝になりました。ちょっとね、ここのシートをね、貼り替えないと見えないんですけど、まあいいでしょう。痒そうにしてるということなので、ちょっと拭いてあげましょう。はい、湿り度もいいみたいなんで、あとは写真を、良きタイミングで写真を撮りたいとこなんですけど、なんかトーチンを使ってくれないかなと。トーチンを、かわいい蝶々が止まってる。かわいいですね。模様替えします。動かすアンズタケを削除しますね。他はないかな。で、これももう嫌いな食べ物って分かったので、いらないですね。で、問題はトーチンを使って観察してくれないと、ピロロピロロピロロロって言わないですね。なんか新しいものを置いた方がいいとかあるかな。新しいものを置いてみましょう。なんか、アジサイとか、アサガオもいいかもね。アサガオと、アジサイとか、アジサイも置いてみましょう。で、虫は、アイテム。ぬいぐるみは意味なさそうなんで、まあとりあえず植物置いてみました。へえ、汚れが止まると逃げ出す原因になります。へえ、そうなんだ。汚れちゃわないようにしなきゃなんですね。トーチンを使ってくれないですね。トーチンタイム。動かない。
かゆそう。ちょっとカキカキしてる。ちょっと、かゆそうにしてませんか？お、モンシロチョウが発生しています。モンシロチョウも捕まえた方がいいってことでしょうか。あ、今だ。どうですか？間に合いましたか？ん？お、来ました。研究テーマを達成しました。観察日記のページが増えましたということで、次のお手紙ですね。次、小人に詳しい博士からの手紙です。どうやって寝るの？何回かね、もう見てますね。こうなんか一個クリアしないと次に進めないっていうテーマなんですね。もうだいぶね、もうね、10日間もね、見てるので小人がね、どうやって寝るか、草に包まれて寝てましたよね。なのでこう全部解除していかないといけない。テーマに沿って写真を撮っていかないってこといけないってことなんですね。あれ、昼になりました。あれ朝だったんですね。じゃあまた包めなきゃなんですけど、湿度がちょっと足りないのでプラスしてちょうどいい気温、ちょうどいいらしいです。よかった。はい、夕方また霧吹きをしてあげて、まあ、ニコニコマークなので気温も OK ということで、あ、何の写真タイムですかね。寝てますか？あ、ダメだったみたいですね。ピロピロロン。今だ。何の記録ですかね。あ、ダメでしたね。今普通にトーチンを使って調べて回すみたいなとこですよね。さっきクリアしたやつなのかな。まあ時間進めます。観察、特にクリートシール、冷え込んでますね。これ黒土なのに冷え込んでますね。なので模様替え、よくわかんないのは捨てましょう。お湯、水のお湯があるのでこれを置いときましょう。これでね、気温を上げてあげましょう。暑いみたいですね。ちょっと暑くなったみたいなんで、とりあえずこれで見てみますか。うん、ちょうどいいですね。じゃあ植物を溶かしただけでよかったみたいですね。写真タイム。でもまだ寝てないのでクリアじゃないですね。もういろいろと寝ますよ的な感じなんでしょうかね。どこに小人がいるかな。え？小人が消えました。お、どこにいたんですか。多分この草の陰で寝てるんですかね。どこにいるんだろう。まさか。
博士からの。あ、わ、手紙が。うん、あ、寝てる瞬間ですね。これは寝てる瞬間。はさっきクリアしたから OK なんですね。じゃあ次の図鑑なんでしょうかね。観察研究テーマに合った写真を貼ろう。写真を貼る。苦手な食べ物、これでゴーヤ。トーチンで確かめる。暗くてあんまりよく見えないですね。トーチンで確かめる写真、まあいいかこれでもっとね、どん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 いい写真に貼り替えていく、うん、方がいいのかなって思います。で、次がお別れをするとき。え、小人がぐったりしてきたらそっと自然に返してあげましょう。ちょっと葉っぱにくるまるところもこれ貼っときましょう。お別れをしなきゃいけないんですか。そうか、そうなんですね。この草まだら大小人との生活もお別れが近いということですね。で、最高でね、何日間育てることができるのか観察できるのかちょっとわからないんですけど、お別れがテーマになってるわけですね。そうなりますと、そうなったらちょっと日付また変えて進めてみます。暑いんですね。暑いのか。模様替え、草むらに変えますね。 OK。 あ、タンポポが枯れてる。ちょっと待ってください。タンポポ枯れてませんか。タンポポが枯れてますね。もう一回模様替えしましょう。これとこれとこれと、あれ、これ他も特にないので、決定でタンポポ、新しいタンポポ、何日間育てることができるんでしょうかね。ドリアンが好きなんだったかな。はいはい。で、観察していきます。じゃあね、またあの何日間ね、このまま育てていけるのかがわからないので、個人的にちょっと進めてどのぐらいであのぐったりするのかやってみたいと思います。はい、今ね個人的に進めてたんですけど、小人がねぐったりし始めたんですよね。これ暑いからなのか、温めすぎちゃったからなのか、それともあの弱ってるのかわかんないんですけど、観察日記がねクリアされました。これはクリアっていうことでいいんでしょうかね。草まだら大小人、貴重な写真が撮れたみたいですね。観察に役立つアイテムをお送りします。ガラスのコップを、音に敏感、マイクに向かって音を立ててみて反応を観察してみましょう。ちょっとね、模様替えで腕をなくして、で、OK ですね。お、
逃げ出してしまいました。小人が弱ってしまったら自然に返すようにしましょう。はい、どうやらね、逃げ出したみたいです。確か小人、捕まえた小人がいたので、また草まだら大小人ですね。12日ちょうどそんぐらいでいなくなるのかな、小人は。弱ったら返してあげましょうっていうことで、逃げ出す前にね、話してあげなきゃいけないみたいですね。まだまだね、多分小人長いこと、その12日ではなくてももっともっとこう長いこと過ごせる可能性もあるんですけど、で小人を音に敏感、そうですね、この音に敏感かどうかを確かめたりとか、まだまだ小人、草まだら大小人の観察まだまだあるみたいなんですけど、この自然に返すサインっていうのが、ここがね、多分一区切りで、また次別の草まだら大小人観察で音に敏感とかやっていきたいと思います。というわけで今回はここら辺でおしまい。